企業魂、番組ナビゲーターの岩下由美です。スマートフォンやタブレットの普及、そしてデータセンターの大容量化やコスト低下など、クラウドを活用する環境が急速に整いつつある現在、企業だけでなく一般家庭でもソフトやコンテンツなど所有から利用へと劇的な変革を遂げようとしています。そして身振り手振りや音声などで直感的にコンピューターを操作するなど、私たちの生活スタイルを一新してしまうかもしれないナチュラルユーザーインターフェース技術も信じられないスピードで進化を遂げようとしています。その最前線を常に走り続ける世界最大のコンピューターソフトウェア企業は今どのような未来を想像しているのでしょう。企業魂、今回は先週に引き続き世界最大のコンピューターソフトウェア企業の最前線の第2話をお送りします。2013年2月6日六本木、一体何が始まろうとしているのであろうか。そう、実は新しいオフィスの発表会が開かれたのである。その内容とは、それではですね、これから、発表会の方を始めさせていただきます。まずはじめにですね、弊社代表執行役社長樋口よりですね、ご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、マイクロソフトの樋口でございます。弊社は、弊社の、広報活動に ご協力賜りまして誠にありがとうございます。高い席からでございますけれども御礼申し上げます。今日は、新しいオフィス製品の発表ということでございますけれども、その前に少し Windows 8について触れさせていただきたいと思います。Windows 8発売から3ヶ月が経過をいたしまして、おかげさまで好評を博しておりますけれども、世界全体で6000万ライセンスを、ご提供済みでございます。また Windows Store で提供されているアプリ、の数もですね、10月の26日の発売日から、4倍に増えまして、1億以上のダウンロードをさせていただいております。ここでですね、すでに新しいオフィスを、の、まあ、カスタマープレビューをお使いをいただいているお客様の声をご紹介させていただきたいと思いますので、ちょっと ビデオの方でご覧いただきたいと思います。それではビデオをよろしくお願いします。イベントを開催したり、フリーペーパーを作成したりするサークルに入っています。スケジュールもサークル中心になってきています。ワンノートを議事録に使っています。メンバーと共有がしやすくて見やすくて、自分の携帯と同期してどこでも開くことができるからです。ワードは、フリーペーパーの原稿を作成する段階の下書きですとか、ワードのいいところは図や表を挿入して分かりやすく文章を仕上げることができたり、自分でも見やすく仕上げることができることですね。なかったらもう生きていけないですね。オフィスは自分にとって相棒のような存在ですね。子どもたちがよく使ってくれるんですけれども、子どもたちはパワーポイントで紙芝居を作ってくれたりとか、パワーポイントは今小学校5年の姪っ子がタイプを打つとかカードを作るぐらいしかできなかったんですけれども、その次のステップとしてパワーポイントで動かすというのに取り組ませました。そうしましたら、その一段階こう上にこうパソコンを使うということで表現力が上がりました。紙とは比べ物にならないですね。個人で整体やってるんですけれども、顧客のデータの管理や売上のデータの管理に使っています。 Excel にはたくさんのテンプレートがありますし、あと自分の仕事に合わせてカスタマイズしやすいんですね。はい、なんで僕パソコンそんな得意ではないんですけど、そんな僕にもすごくぴったりで大変満足しています。他のスタッフ
とのデータの共有が、まあ、みんなが使っているので簡単にできるんですね。今やっている生態の技術をもっと多くの人に知ってもらいたいんですね。そのためのセミナーやコミュニケーションツールとしてオフィスを活用していきたいと思います。オフィスは僕の仕事にとって欠かせない最強の武器ですね。ボランティア主体の仕事として環境活動、NPO いくつかに所属して画像、グラフ、そんなものをまとめて環境活動レポートというのを作るわけですが、まず見て興味を持ってもらうということが必要ですから、もうちょっと詳しく読んでみたいという気持ちになってもらわなきゃいけないわけですよね。グループでいろいろ知恵出し合うときに文章の一行でもいろいろ意見が出てくることがありますんでね、クラウドを利用してみんなで文章を考えるというのは非常に大事ですね。みんなオフィスという人まとまりの中でやっておりますから、まあ、私にとってはもうそれは生活の全体みたいなもんですよね。はい、ここでオフィスの特徴をですね、おさらいまとめさせていただきたいと思います。大きく3つの特徴でございます。まず真ん中でございますけれども、Windows 8への最適化ということで、新しいオフィスは Windows 8に、オプティマイズされております。キーボード、マウス、タッチ操作、ニーズに応じた使い方ができ、そしてまた PC、タブレット、スマホのマルチデバイス時代にですね、最高の生産性を発揮できる、そんなコミュニケーションツール、プロダクティビティツールに生まれ変わっております。それから右の方、クラウド統合ということで、新しいオフィスはスカイドライブと統合いたしまして、それでドキュメントを共有作業することができるようになっております。そして左側、もっと賢くもっと使いやすくということで、これまでにはない新しいシナリオ、タッチ対応で Windows 8デバイスでドキュメントをビューアーとして閲覧をしたり、あるいはオンラインのビデオを貼り付けたり、プロ仕様のマルチメディアプレゼンテーションを簡単に作成したりすることができるわけでございます。こういった大きな特徴、Windows 8に最適化して大きく進化したオフィスでございますけれども、明日2月7日より発売でございます。パッケージ版、これも2月7日ですけれども、オフィスが搭載されたパソコン、こちらは14社のメーカー様およびシステムビルダー様から170モデルが2月7日以降順次発売される予定でございます。後ほどご登壇いただきますけれども、本日は新しいオフィス搭載の Windows 8 PC を発売していただける PC メーカー4社様、 NEC 様、ソニー様、東芝様、富士通様の皆様にご参加をいただいております。後ほど各社の新製品をご紹介いただきたいというふうに思います。 Windows 8、そして Windows 8と組み合わせによってですね、100% 能力を活用できる新しいオフィス、ぜひご期待をいただきたいというふうに思います。これも本当に使いやすくなりました。それからあとクラウド対応、それから Windows 8の最適化、この3点です。で、使いやすさっていうのはですね、もうでもご覧いただいたようにですね、 Excel、 例えば Excel、 このユーザーがしようとしていることをソフトが先回りしてやってくれるとかですね、そういうファンクションが随所に、はい、盛り込んでおりますので、使いやすくなったっていうことだと思います。エンドユーザー様がですね、8の登場によって、そのいろんなフォームファクターを楽しんでいただけるっていうことが大きなことだと思います。だから例えばその8、それからクラウドの連携によって、例えばオフィスをクラウド連携させます。そうすることによって、
自分の家で何かを作業をしていました。そしてどこかに出かけます。コーヒー店に入りました。コーヒー店で続くから作業ができます、会社に行きました。会社でも同じ作業ができますみたいにですね、全く場所とデバイスを選ばない。で、例えば人のパソコンに自分の ID でログインすれば自分の環境が出てきますし、そんなような感じでですね、ものすごく利便性を提供できるんじゃないかなというふうに思ってます。だからそういう世界が来れば、もっともっとそのなんていうんですか、個人の生産性が上がって面白いことになるんじゃないかなというふうに思います。新しいオフィス、そしてクラウド化により所有から利用へと、私たちのワークスタイル、ライフスタイルは変革を遂げようとしているのである。IT の可能性、そしてビジョン、進化、変化し続けるためには常にイノベーションが求められる。マイクロソフトは IT のフューチャーをどのように見ているのだろうか。そこに企業魂のカメラが迫った。こちらはマイクロソフトテクノロジーセンターと呼ばれる施設になっております。で、特にこの部屋のことはエンビジョニングセンターというふうに呼んでるんですが、企業のエグゼクティブの方向けに、弊社の製品であったりとか、あるいはビジネスの可能性であったりとか、そういったところをご紹介する、そういった場所になっております。で、今ご覧いただいているこちらのビデオなんですけれども、フューチャービジョンというふうに我々呼んでおります。で、そのフューチャービジョンというのはですね、マイクロソフトリサーチという弊社の研究開発部門の方で、80% から 90% ぐらいは実現できるかなというふうに言われている、そういったものをベースに、コンセプトをこう映像化しているといったようなものになります。マイクロソフトという会社、だいぶこうビジネスの方が注目されるようになって、イノベーティブな会社じゃないというふうに言われることもあるんですが、実はこういうイノベーションというのを裏側で起こしながら、それを製品にしていっているということを、特に企業のエグゼクティブの方にご説明する、そういった役割をこの施設および私の方が担っているという形になっております。ではこの後はですね、マイクロソフトの持っている現状のテクノロジー、製品、そういったところをちょっとご覧いただいて、我々の製品とクラウドとの関係なんかもご説明していきたいなというふうに思っております。新しいオフィスやクラウド化により、ワークスタイルやコミュニケーションスタイルが今一新されようとしている。で、こちらなんですけれども、今いわゆる電子メールっていうのを、クラウドの上に、全部乗っけてしまっていて、でブラウザで見ている、閲覧ソフトですね、そちらの方でご覧いただいているっていう、そういう方っていうのは、エンドユーザー、いわゆる一般のユーザーの方にもたくさんいらっしゃると思うんですが、企業向けのメールっていうのも今はクラウドの世界にどんどん移行されています。で、どこで見分けるのかという形なんですけど、こちら HTTPS、 このアドレスなんですね。こちらの方が実は outlook.com というふうになってますけれども、クラウド上に置いてあって、企業の方っていうのはインターネットにつながってさえいれば、こういったメールっていうのをどこからでも見ることができると、そういった環境になっています。で、以前はメールであったりとか、その社内のシステムっていうのはとにかく自社内に置いてあって、なおかつパソコンにソフトウェアインストールして見るものっていう感覚があったんですけれども、今はこのブラウザ、ネットサーフィンなんかをするときに使う、一般的に使われているそのブラウザの方で、クラウド上にあるメールサーバーの方にアクセスをして自分のメールを見るということになります。で、これは何を意味するかというと、居場所を全然こう気にしなくていいわけですよね。ですんで、世界どこに行っても自分のメールを見ることができる、あるいはもうそれこそ転勤をしようと、もう外国に出張に行こうと、もう自分のメールはいつでもどこでも見ることができるということになります。で、メールだけではありません。いわゆる情報共有という観点で言うと、例えばこういうグラフであったりとか、あるいはちょっとお知らせであったりとか、ファイルであったりとか、こういったところっていうのが全部クラウド上に移行することができると。名前をオフィス365と言います。そのオフィス365、オフィスという名前がついてます。オフィスという名前、皆さんご存知なんじゃないかなと思います。ワードであったり、エクセルであったり、パワーポイントであったり、ずいぶん長いこと使っていただいている方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、そちらの方もですね、今や完全にクラウドの方にそのプラットフォームっていうのが融合されているという状態になります。例えばなんですが、皆様ご存知のエクセルシート、エクセルをちょっと開いてみましょう。エクセルが立ち上がってきました。見た通り本当にエクセルですね。こちらの方なんですけれども、よくよく見るとエクセルが立ち上がっているわけではなくて、ブラウザなんですね。他のものも見てみましょう。ワード、こちらの方もタッチをしますと読み込み中になりまして、
ワードが立ち上がってくるように見えるんですが、これもブラウザーなんですね。こういった形でブラウザーの中でワードのファイルが見ることができると。編集することもできます。ここの中で編集することもできる。それからパワーポイント、こういったものもこのブラウザーの中で見ることができると。今まではパソコンの中に買ってきたそのパッケージから CD 内 DVD を取り出してインストールをするという作業が必要だったわけなんですが、今はそれすらも必要なくなって、パソコンではなくてブラウザーの中でそのソフトウェアっていうのを動かすことができると。その中身というのはクラウド上に全部あるわけですね。クラウド上にあるものをそのまま表示することができるという状態になります。こういった形でスライドも見ることができるわけです。まあ、これがオフィスという弊社の主力製品がクラウドと融合した形の一つの例になるんじゃないかなというふうに思います。これが実際にもうエンドユーザー、いわゆる一般ユーザーの方から企業ユーザーまでどんどんお使いいただいている、そういうテクノロジーになります。クラウド化によって私たちのワークスタイルやライフスタイルにどのような変化が起こるのだろうか。じゃあ今度はこちら、家というイメージでいってみましょう。まあ、会社の中で仕事ができるとまあこれ当たり前の話なんですが、まあ例えば移動中であったり、それこそまあ家に帰った後ですね、まあ家に帰った後も例えば時差のある人たちと仕事をするなんていう時には、まあ家の中でこうネットワークを介してその人とコミュニケーションするということも考えられます。休みの日まで仕事したくないなっていう人もいるかもしれないんですけど、まあちょっとそれは置いといてですね、例えば家に帰った時に自由にその会社のネットワークに対してアクセスをして仕事をするなんていう時には、やっぱり先ほどご覧いただいたこのオフィス365というこの仕組みっていうのは非常に便利なわけです。インターネットにさえつながっているとこういったソーシャルのような感覚で、まあ、ソーシャルネットワークですね、そういった感覚で情報共有をしたり、例えばこれを実際に我々が使っている、まあ、私自身がここに名前があるわけなんですが使っているシステムになります。こういったところでソーシャルのインターフェースを使いながら、まあ、情報共有をしたりとか情報交換をしたり連絡を取り合ったり、そういったことができると。またですね、もう一つこちら、あまり日本の皆さんはそんなにご存知ないかもしれないんですが、あのヤマーという弊社のソーシャルネットワークのサービスがあります。でこちらの方を使って、まあ、インターネットの情報なんかをここの中で共有するっていうのも我々自身もやっているということになります。まあ、ソーシャルネットワークっていうのは まさにそのクラウドサービスそのものなんですけれども、そういったものを我々は企業の中でも使えるようなそういったものに位置づけて、まあ、実際にどこにいても本当に場所を選ばずにどこででも仕事ができる状態というのをこういった形で実践していると。でマイクロソフトはあの在宅勤務なんかもあのどんどんこう積極的に取り入れているんですけれども、それを支えているのもこういったクラウドのサービスということになります。実際に運営に役立つクラウドの実例を見せてもらった。でこちらなんですけれども、何かというと、まあ、飲み屋さんの、まあ、メニューがここに出ているわけですね。でこれ何かと言いますと、個人が持っているスマートフォン、これが飲み屋さんのメニューを映すための一つの端末になりますよ、そういう話です。例えば生ビールをちょっと注文してみましょうか。注文してみます。注文する。でじゃあ2つ注文してみましょう。2つ注文します。じゃあ送信します。送信するとこっちです。今のスピードで注文がここに入りました。これは何かというと、こちらの方が厨房に置いてある機械になるわけですね。で通常ですとこれは店舗サーバーというそのサーバーがあのお店の中の厨房にあって、で店舗の端末で注文が入るとそちらがあの、まあ、注文入りましたよということで厨房の方にこう知らせられるわけなんですが、今のスピードで実はこのデータはアメリカのデータセンターの方にクラウドの方に、まあ、飛んでいってるわけですね。でその結果がこちらに表示をされると。じゃあどういうことか。全国に100店舗あるようなレストランチェーンさんなんかであっても、本社の、まあ、その執務室の方に全国の100店舗のビール1杯の注文から全部リアルタイムでそれを知ることができるということになります。クラウドにつながっていて、それに対して全部データをアップロードするということを通常通りこうやっていただくと、まあ、結局のところものすごく早い段階でビジネスの判断することができるわけですね。例えばあそこの店舗はちょっと品薄になりそうだなと思ったらすぐに配送の手配をしたりとか、そういうこともできるわけです、はい、こんなところでもクラウドを活用することができるのだ。今度ご覧いただきたいのはですね、こちらの方、まあ、人流計測システムというデモンストレーションになるんですけれども、こちらはこれご覧いただくと、向こうからこちら側に歩いてきた人が70人、
こちらから向こう向けは79人で合計149人の人がこういった時間帯に通りましたよというのがカウントされています。よくお店の中とか道とかにカチャ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 ってこうやってカウントをする人がいたりとかすると思うんですけれども、その代わりっていうのをこの機械デバイスの方がやっているということなんですね。で、何がいいかというと、この時点でもうすでにこれはデータになっています。通常ですと、カチャカチャやっているとこれは誰かがどこかにそのカウンターを持っていって入力をして初めてデータになるんですが、これはもうこの時点ですぐに利用可能なデータになっていると。そのデータっていうのはこういった形で非常に大量にずらーっとこう溜まっていくわけです。毎日毎日これで溜まっていくと、かなりの容量になります。こういったものこそクラウドの上に乗っけておいてあげると、それこそいつでもどこでもそれを利用することができるんですね。ですのでこういったデータっていうのをクラウドに載せておいて、例えばお店をたくさん持ってらっしゃるようなそういった流通業界の方なんかですと、本社の方が日本全国のそういった店舗のデータっていうのを収集して、でこちらの方で分析をすると、そういう使い方をされていたりします。はい、最新の技術、そしてユーザーの使いやすさ、マイクロソフトが目指す未来とは一体どのような未来なのであろうか。マイクロソフトではですね、昨年2012年から今年2013年にかけてですね、サーバーの新しい OS であるとか Windows 8、Office 等々ですね、様々なその新製品をですね続々と投入しています。そういったですね、新しいその製品サービスをですねどんどん開発して提供することでですね、今社内ではマイクロソフトのニューエラー、マイクロソフトの新時代だというようなですねキャッチフレーズで、様々な事業を展開しています。今までもある意味そうだったんですけれども、その我々が開発するソフトウェア、特に Windows のようなですねソフトウェアを通してですね、多くのハードウェアメーカーさんが、素晴らしいデバイスを開発していただける、これはですねこれからもどんどん広がっていくと思います。ただそのデバイスの種類っていうものもですね、そのパソコン、タブレット、あとスマートフォンとですね、どん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 すでに領域が広がっていますし、我々はですねそのゲームとかエンターテインメント向けの Xbox のようなものも出しておりますけれども、さまざまなデバイスに向けてですね、我々のソフトウェアが活用されるというのが一つですね。それとサービス側はですね、やはりそのクラウドのサービスというものをどんどん今強化していってますので、そのクラウドサービスをとデバイスを組み合わせて使っていただくことで、その例えば仕事だとか生活がですねさらにその豊かになったりだとかやりやすくなっていくというような世界をですねどんどん作っていきたいというふうに思っています。